き続き、はい、帯さんに教えていただきます。これもね、春に動画で畑から掘って切り込んで、途中こんだけ吹きましたって言ってたやつの、まあちょっと結果報告です。はい、これはリンゴ。リンゴ。うん。まあこんだけ吹いてきました。これからの時期はこういうふうにヤゴがやっぱり台木からちょこちょこ出るので、ほうほう、まあこのヤゴをあの伸びちゃうとね、傷だらけに足元になってっちゃうので、まあこれ夏の間でもいいんですけど、まあ見かけたらもう切るぐらいな感じでいいので。結構出るんですね。結構出ますね。うん、植え替えした時と違って植わってるまんまでこう野合を切ると本当の綺麗に根元からね、うん、切れてないし、どうしても残ってるんでね、少しずつこう枝分かれみたいにちょっといっぱい出ちゃうんですけど、まあ、これね、まだ1年なんで、来年またきちんとさばいて植え替える時に、はい、昆布切りみたいなんで少し野合の芽の周りの目あたりまでこうちょっとえぐって取るような感じで、これはまだねこの辺にね花芽がちょっと来てそうなんですけど、仕事としてはこう短い長いところ剪定、うん、針金で多少こういうところをこう枝配りをしたければかけてもいいです。リンゴの場合はあんまりこう細かい枝にこう作る木ではないので、針金であっちではこっちでは持ってったりするのもいいんですけど、おすすめは基本はこれを針金でねこういうふうに曲げてもいいんだけども、剪定はある程度こう短く、うんうんうん、2節ぐらいで。なぜかっていうと、こういう長いまんま針金でこうわーっとこう引いちゃうと、そこから枝を小枝を作った時に曲をつけた枝から細かくこちょこちょこちょって枝があると古くなってね、ちょっと見栄えがねなんかね違和感が出てくるんですよ、うんうん、まあ私の考えだからねあれだけど、こうやって針金かけなくてもいいようなこういう剪定をして枝作りをしつつ、こうちょっと万歳気味なやつをこう枝をねこう下げてってあげたりすると、枝分かれもありつつの人間がかけた曲からまた人間がかけた曲にしていくと、永遠とかけてないとバランスがリズムが悪くなっちゃう。なるほど。ですからどっかで切り返しでこうなっちゃうんだけど、これはね木のね毛とかね考え方とかその人なりの理屈でやるから、一概にどれがいいっていうわけじゃないんだけど、まあ、あとはね春の動画の時でも言ったんだけど、みんなこういうふうに枝があったところの元から孵化したいから、ちょっとデベソで切りますって動画で説明してるんですけども、はい、だいたい芽が吹いてるところってこうちょっとデベソにした後なんで、今だと少しこう、ね、一応いいですか、とデベソっていうのは、はい、ちょっとここを残してるってことですね。そうですね、切った枝を少し残してるって、はい、一応補足です。切り口を畑から掘った時にノコギリや剪定とかでスパンと切った時に、平らに滑らかにナイフで削っちゃう人もいるんです。あと肉巻いた時にこう小分にならないようにえぐっちゃう人もいます。そうですね、うん、これは幹をきれいに仕上げるためにやる作業なんですけど、うちの場合はそれを枝の切った元のところにはねこう枝芽って残ってて、そこから芽が吹いてくるんですよ。きれいにえぐっちゃうとその枝芽がなくなっちゃうので吹きが悪くなる、うん、なので最初にうちは少し切り口を残して枝が吹いて、その後にきれいに削るという段階を踏んで作ってます、うん。最初にきれいに削って傷を埋めちゃって枝が吹いてからの方がね削りづらいんですよ、うんうん、だけど吹かないと継がなきゃいけない、うん、どっちがいいかってだけの話で、なるほど、まあ、あの削ったからって必ずとも吹いてこなくなるってわけではないので、うん、いいんですけど、なるべく吹きやすいような状況にした後にうちは削るようにしてます、はい、リンゴもこの後説明するモミジも同じ理屈でやってるんですけど、リンゴはこういうふうに冬ちょっと剪定して枝作りをしていく感じ、はい、これは心拍ですね。心拍、まあ1年目なのでこれ動画だとよく分かんないんだけど、こう元の方でね肌磨かないでねって言ってやった動画、はい、でもね皆さんやってしまいがちなやっちゃいけない仕事っていうのが、うん、この段階での幹の磨き、どうしてもちょっとこういう汚いとかあるから、はいはい、磨いたりちょっと洗ったりねブラシで綺麗にしたくなるじゃないですか、うん、これはね心拍の場合胴吹きをさせようと思ってる木だったら絶対やっちゃダメ、そうなん、芽が吹かなくなっちゃいます、はい、これポチョポチョ芽がもう吹いてきてるんで、うん、ちょっと今冬でくすんでて見えづらいけども、これが来年になるとちょっとこのぐらいの芽になるかな、もう1年すると、うん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 、そしたら長いところをこう落としながら懐から吹いた芽を成長させて
針金をかけて形を作ったり削ったりしていく、うん、これはねそんなに姿が目に見えて変わるわけじゃないんですけど、来年1年するとだいぶね変わりますかね。はい。そして冬の作業のメイン、これが紅千鳥、去年やったやつですね。この冬の作業はもちろん冬の剪定、ちょっと長かったところのこういう剪定がねこういうところあるんですけど、さっきも言った通りちょっと出っ張らしてデベソデベソって言ってるね、やったやつのその周りからこう吹いてるでしょ。確かに吹いてますかね、うん、これを綺麗にちょっとこう出っ張ってるじゃないですか、はいはい、これを綺麗にすっぱりやっちゃうとこの芽はなかったわけですよ。でこれを吹かせたいがためのうちのその手順なんだけども、今こういう風に一応吹いてきてます。こんなには実際にはいらないんですよ、うん、なんで普通こういう時にじゃあここに1の枝この辺の芽この辺使おうかな、2の枝これにしようかな、でだいたいこんだけあればなんとなく必要な枝のところがこう出てきて、それに向けてこういらなそうな枝をこう抜いていっちゃうんですけど、はい、うちはねちょっと強めな枝は短く切るんですけど、極力最初のうちは枝抜かないようにしてます。ちょっとこうね他より強いような枝とか長くこう間延びしちゃったところなんかはこうやって詰めたり、あるいはこれが強すぎるなと思えばここまで詰める時もあるんですけど、この芽を使うのにね、はい、こういう強い枝をちょっと抜いたりすることはあるんですね。こういうのとかでもこっちに比べてちょっとゴツンと強い、うん、こういう枝をこう抜いたりして強弱をなるべく一回短くこう剪定をしていって、こっちを頭にしていきながらこういうふうにね短く剪定整えるような剪定っていうのはまあごく普通のやり方です、特別なんでも、はい、でもこの時に例えばこれいらないからこの枝があるからもう抜いちゃおう抜いちゃおうって言って今のこの時点で枝を決めちゃう人もいるんですよ、はい、それをしないのはなぜかっていうと、ここからできた枝がここから何十年もこの枝が育っていくわけですよね、うん、今の時点柔らかいんだけど10年後20年後その枝が枝先はほぐれてきてもどんどん太っていくわけじゃないですか。今から1本の枝にこれ決めちゃうと力がここに集中するんでより太くなっていっちゃうんですよ。うちはこのたくさんある枝で力を分散させといて、この枝が必要だとしたらいずれこの枝の枝がかぶってきてこれがに悪影響が出てくる、その段階で抜いてあげる、うん、混んできて蒸れちゃいそうになってこう抜いてってあげると、その時点までは力が分散されるから枝が極端に太ったりしないんですね、うん、で少しずつ枝を抜きながら必要な枝にしてってあげると、今はいいけど将来の枝のごつい枝、よく古くて枝もこうきれいにはできてるんだけど元の枝がかなり太っちゃってたりとかっていうのあるじゃないですか、はい、まあ、いずれはそうなっちゃうんだけどなるべくそうならないように力を分散させながら残しておくと、残しておいてあげる。剪定はいつ頃やるんですか。剪定はね別にね決まりはない、ただこの冬の姿の時にこれ今まだ枝がね本当に1本しかない1年目だからね、はい、切りっぱずれてないんだけど、これがどんどん枝がこう古くなってくると、一目で剪定してた一目二目でね剪定したつもりが切りはぐっちゃって下のから出た枝があったりとかってするじゃない、はい、よく見えるようになった時にあちょっとこの辺長いなと思って切り戻すとか、ちょっと強い枝なんだけど明らかにもうこの時点で必要な枝に挟まれちゃって、今度逆にこの枝を伸ばすのにこれがねかぶっちゃって明らかに邪魔になっちゃった枝だとか、そういう枝をちょっとこう整えるように剪定をしといてある、その程度。モミジは切っちゃいけないみたいなのあるじゃないですか。あのね水吹く昔はね、うん、モミジが本当に吹かない時期って僕らが商売始めた頃に教わったのは10月1月の10日前後が、うん、芽を切っても水が吹かないって言ってたんだけど、はい、今ね時期がもう全然ずれちゃってて、うん、今やっても枝から水吹いちゃったりとかするんだけど、うん、まあそれをどうしても止めたい時は根を切ると多少止まるんですよ、はいはい、ただ毎年毎年剪定のたんびに根を切るわけにいかないので、うん、剪定はこうしてて水が吹いても基本的にはそんなに枯れないです。で、うん、水を吹かない剪定の時期そう今の理屈で言っていくとないので、でただどの時期も水は出る、うん、春先のね
春先のどんどん発散してる時に新梢が伸びた時切った時には出ないですけど、この冬で水を吸い出してて枝が葉っぱがない時に切ると、まあ、ある程度の時期ほぼほぼみんな多少吹きます、でも傷口が表面が枯れてね、水が発散しなくなれば枯れた状態になれば止まるし、だからといってその枝が水が吹いてるからって全部枯れちゃうってことはないし、切らないよりは切った方がいいし、なるほど。特にですけどね、赤いもみじ、紅地鶏、まあ制限はちょっと強いけど出生状とか、あんまり早いうちに大きい仕事を畑から掘った時みたいにがっつり切ったり、あの何かバサッとしたやつを短く縮めたり取り消して外したりとかっていうのを、あんまり寒い1月2月でちゃうと、よっぽどビニールハウス入れたり取り込んだりしない限りちょっと風邪ひいちゃうっていうか傷んじゃいます、うちはできれば赤いもみじは2月中旬以降いじりますね、特にうちは割とほら最初の段階やるんで荒っぽい仕事やるじゃないですか、特に畑から掘ったりしてこの動画、最初の動画やったみたいにがっつり切るときは2月中旬以降。それは暖かくなってきたということですか？暖かくなり始めた頃ね。なり始めた頃。1月2月ってさ、一番ピークに向かっていくじゃないですか、その時に向かって長い時間寒さに当てるよりも切らない状態で冬越しをして、これから春になって暖かくなっていくよっていう時にかけてやった方が、枯れる確率とか傷む確率がすごく少ない感じがします。視聴者さんとかがやるときは3月頭とかの方がいい場合もあるのかな、まあ、地方にもよると思うけど、ちゃんとその後ね、例えば発泡スチロールしまっちゃうとか、管理すれば別なんだけども、でもそんなに大げさな施設がないとか、まあ、棚下ぐらいで過ごしたいとかっていう、こういうやつなんか全然ね、棚下ぐらいとか逆に何の応用もなくても大丈夫なんだけども、こういうやつをいじるときは2月中旬から3月上旬ぐらいで全然大丈夫です。なるほど。高木の質問タイム。質問でも、もう話はすごい聞いちゃってて、いたんだみたいな、この動画に関してはこういう傷がね、切りっぱして残してあるじゃないですか、こういうのを最初荒っぽくね、こう、小ぶきりで生きてるところまで、平らな部分までちょっとこう荒っぽくまずは取っちゃうんですね。でこれを滑らかにしてあげなきゃいけないんだけども、普通はこのあとナイフで綺麗にこう舐めてあげるんだけど、例えばこういうところみたいに枝がいっぱい吹いちゃってるところを小ぶきりでこう取るのはできるんだけど、ナイフを入れるのっていうのはなかなかちょっとやりづらいじゃないですか。うちはちょっと機械の力を借りて、このルーターの先にちっちゃいこう、入れ歯を作る時に、これでナイフ代わりに、機械ルーターじゃなくて普通にホームセンターで売ってるホビールーターでもいいので、これをやることによって水は吹かない、あのね、水吹く時もあるけども、ここは1年枯れてるじゃないですか、でこっからは吹かない、この新しくなったこの脇の形成層から多少吹くこともあるけども、ただナイフで削ってもこのルーターでね、うちはルーターでちょっとこうやった後にもっと滑らかにするためにちょっとペーパーでね、ささくれとかちょっときれいにこういうふうにこう取ってあげるんだけど、これあのなぜナイフできれいに面取りしたりペーパーかけてこう面取りしたりするかっていうと、傷がこう肉が湧いて傷がどんどん傷口をこう巻くように走っていくじゃないですか、その時にデコボコしてるとそれを一個一個障害をこう乗り越えていかなきゃいけないから走りが悪くなるんですよ、なんでささくれだとか枯れた時にただ小ぶきでギュッと切るとちょっとザクザクっとしてるのをきれいにしてあげるのは、そのスーッと早く巻くように、その障害をなくすために、であと仕上がりがやっぱりきれいになるように、まあこういうふうにやってあげた後に普通にカットパスタで、そんな枯れた部分を削ってんぐらいの、そう、あのまあ要はね、何回も言うけどデベソデベソっていうけど、こう平らなところから少しこう飛び出て削ってあるから、それを元の平らなところに戻すみたいな、戻して段差をなくすっていう感じで、やっぱりデベソにしてあるとその出っ張った部分が枯れて一段下がって肉が巻き始まるんですよ。そうするとその枯れた部分を一回
肉がね乗り越えてからじゃないと横に走っていかないじゃないですか、はいはい、その乗り越えるのっていう障害がすごく時間がかかったり、うん、出来上がってもそれこそ本当のデベソになっちゃうんで、うん、何にもしないで肉巻いちゃうとこういう風になっちゃうんですよ。あ、少し一段高く盛り上がって、はい、これ切りっぱなしでデベソのまんま巻いちゃったところね、こういうところはその切りっぱなしのまんまなんで、まあ、こういうところは本当にこう段差をね一旦枯れたところだから昆布切りとかでやっても生木を削るみたいに一回つるんと削れないんですよ、うんうん、まあでもそういうところを、まあ、ルーターやったりこうペーパーでこう舐めちゃったりして、やりやすいところはね面倒くさければナイフでちょっとやったっていいんだけど、うちの場合この出っ張りがあんまりこう目立ってかっこ悪いなと思ったら取り直しちゃってもいいですよね。でここに枝があってどうしても削るときにさっきは残すって言ったけど、もし邪魔だったらこの出っ張りの部分上の方から出ちゃったのは取っちゃって綺麗にこう削った、うんうん、残せるもんならね、さっき言ったようになるべく枝はちょっと少し多めに残しておいて力分散させた方がいいとは思うんだけども、まあこれでもいずれボディ自体も少しずつ太っていくじゃないですか。年取った木と違ってこの若いうちの木の時は多少この程度に段差をなくしといてあげれば幹が太っていくにつれて多少の出っ張りはこう滑らかになっていっちゃうんだけどね。今の時期やるんですか？そう、この冬の時期、この春芽が吹くまでの見やすい時期、でもうちょっとして芽がもっと膨らんでくるとこう作業してて手が当たったりなんかした時にやっぱり芽がポロポロ取れやすくなったりするので、うん、2月3月上旬ぐらいのまだ芽固い動き膨らみ出す前の方がやりやすいですかね。なるほど。でまあこういうちっちゃいところとかこういうところとかもね、うん、あとこういうのがあるじゃないですか、はい、これを全部こういうふうに処理してあげて、まあなんかもいいけどこの処理がやりづらいと思ったら春やっちゃってもいいんだけど、こういう芽が吹かなくなる可能性が高い、うん、こういう芽を吹かせたいがために残すんだけど1年経ってからやると多少最初にやるよりはちょっとやりづらい。うちの場合は後でそこに足んないところに枝を継ぐ確率が多くなる方がもっと面倒くさいと思ってるんで、でもこの量いっぱいあるじゃないですか、うん、これ全部やってくるのも大変ですね。そうだからやれない時もあるあの基本はねこういう風にやっていくんだけど、でもこれね取材で買った木だから残してあって、はい、今こういう風にやるんですよってこういう風にしてね、うん、残してあるから今あるんだけど、この動画を撮った後に全部で300本ちょっと掘ったんですけど、まあ出来は別いろいろだけどね、もうだいたいね5月の連休で完売。なんでこの仕事をやるよ、やりたくてもうちでできない、ない。買った人たちに向けての動画ですね、アフターケア。一応こう、ま、前のもちろんちょっと素材的に良くたり良かったり預かってたりこういうちょっと後追いしてるやつっていうのはこうやってやっていくんだけど、うん、基本的にはこういう手順で作っていくんですよっていう話で、なるほど、うん、うちにはこのやる材料がもうない。それは動画の影響ですか？まあもちろん Q さん見たよって言って、地方の趣味者にしても業者にしても、うんうん、うちにほら今これて特に今コロナだし、そうですね、あのなかなか昔はね全部みんなさんが仕入れに来たんですよ、うん、業者とかもね。でその時に目的のものを買いに来てうちに実際に来てくれて仕入れてたから、うん、余計なものもいるじゃないですか。そうするとあこれもいいこれもいいって買ってったんだけど、今それが来ないんで、なるほど、 SNS っていうか LINE かなんかでねこういう材料あるっつってこういうのあるよって写真で送ったりはするけど、うんうんうん、実際来ないから余計なもの見ないんですよ。そうですね、そうね、あることを知らない。売れるものは偏っちゃうって言うんですね、うん、心拍とかそのばっかり。でたまたま Q さんでこの動画をやった時に後からあの時動画でやってたあの材料あるかとかは、うん、あのおかげさまでねたくさん来ました。よかった。でもその問い合わせが一番来た頃には、うん、もうなんか、はい、なるほどね。そう、まあ、とりあえずもう1年経ったところの結果報告です。はい、非常に勉強になりました。まあ、このあとどういうふうになっていくかはもうあとは年数がうんとかかることなので、そうですね、ええ、長く楽しめるっていう、ね、そうですね、ことですね。まあ
たった1年でもね、まあ、変な話この Q さんの動画が何本も作れるぐらい、はいはい、こう家庭ってあるので、はい、盆栽1年中いろんなことやって楽しもうと思えば、うん、あの何種類か持っていれば楽しめるので、はい、飽きずにやれると思います、うん、そうですね、はい、次回予告は次回は秋に2度掛けをした取り木の結果を、はい、あのまあ、実際に外して鉢に植えて、うん、その結果を見ていきたいと思います、はい、獅子頭ですね、はいはい、というわけでありがとうございました、はいはい、どうも、はい、ありがとうございました